毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは宗谷岬、小西別経由、中頓別行きです。次は中央山頂までございます。次は中央山頂までございます。次は中央5丁目蓮華堂中央斎場ファミリーホール前。定期券ははっきりお見せください。小銭をご用意願います。バスの直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次は中央5丁目でございます。次は港2丁目でございます。食事と地元特産品販売の復興市場はカニやホタテ、ホッケなどの全国発送も対応。取れたて新鮮な魚介を使った豊富なメニューのお食事どころ、海の駅稚内復興市場はこちらです。バス運行中やむなく急ブレーキを使用することがありますのでご注意願います。次は港2丁目でございます。次は消防署前。次は消防署前でございます。次は港5丁目。当社では都市間バスとして稚内札幌線のほか、江差札幌、小西別旭川線を運行いたしておりますので、ご利用をお待ちいたしております。次は港5丁目でございます。次は南駅前でございます。働いても働いても残業代ゼロ、パワハラがひどい、そんなお悩みは労働組合連合労働相談ダイヤル 0120-154-052 行こうよ連合に。痛み、張り、こりでお悩みの方は 090-8373-2392 へまず相談。元気回復堂は次の大黒3丁目でお降りください。次は南駅前でございます。発車します。ご注意ください。次は大黒三丁目。新金で年金を受け取りになられると特典がいっぱいです。新金南支店前でございます。メガネの対応堂はこちらです。債務整理、相続等一人で悩まずご相談ください。牧野ビル3階、稚内ひまわり基金法律事務所はこちらです。次は大黒三丁目でございます。次は大黒4丁目。このバスは宗谷岬、小西別経由、中頓別行きです。年俸新京、稚内年俸寺はこちらです。平和を仕事にする自衛隊、陸海空自衛官募集についてのお問い合わせは、自衛隊稚内地域事務所へ、または旭川地方を検索。次は大黒4丁目でございます。次は潮見1丁目、パチンコジャパン前、ララプラザ1階、第一生命稚内営業オフィス前でございます。マイホーム資金は新金の住宅ローン我が家をご利用ください。新金東支店はこちらです。次は潮見1丁目でございます。次は潮見3丁目。バス運行中、やむなく急ブレーキを使用することがありますので、ご注意願います。稚内市内から交通事故をなくしましょう。老いの手に、愛の手そっと交差点。この交通標語は、中央5丁目、蓮華堂中央斎場ファミリーホールからのお願いです。次は、潮見3丁目でございます。次、止まります。発車します。ご注意ください。次は潮見5丁目。潮見5丁目でございます。簡易保険加入者協会稚内災害見舞い取扱い代理店は、家計に優しい掛け金で幅広くサポートいたします。詳しくは0162局
73-4917 まで。発車します。ご注意ください。次は浜那須1丁目。この先運賃が変わります。前方の運賃表示器をご覧ください。体のご不自由な方やお年寄りの方が立っておられましたら席をお譲りくださいますよう願います。平和を仕事にする自衛隊陸海空自衛官募集についてのお問い合わせは自衛隊稚内地域事務所へ、または旭川地方を検索。次は浜那須団地。次は浜那須団地でございます。次止まります。発車します。ご注意ください。次は浜那須3丁目。この先運賃が変わります。前方の運賃表示器をご覧ください。次は浜那須3丁目でございます。次は浜那須4丁目。次は浜那須4丁目でございます。次は浜那須5丁目。お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は浜那須5丁目でございます。次は小江戸井1丁目。定期券ははっきりお見せください。次は小江戸井1丁目でございます。次は小江戸井局前。小江戸井局前でございます。次は小江戸井橋。お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は小江戸井橋でございます。次は小江戸井。このバスは宗谷岬小西別経由中頓別行きです。次は小江戸井でございます。次は自動車学校前。このバスは宗谷岬小西別経由中頓別行きです。次は自動車学校前でございます。次は恵ま原生花園。次は恵ま原生花園でございます。次はマスホロ入り口。次はマスホロ入り口でございます。次はマスホロ橋。次はマスホロ橋でございます。次は富磯南市。車の直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次は富磯南市でございます。次は富磯南に。お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は富磯南にでございます。次は富磯中央。整理券は乗車場所を示すものですから紛失しないよう願います。次は富磯中央でございます。次は富磯。車の直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次は富磯でございます。次は富磯橋。次は富磯橋でございます。次は富磯漁港前。整理券回数券は折り曲げないでください。次は富磯漁港前でございます。次は宗谷1。車内事故防止のためお子様やお年寄りの方は車が止まってから席をお立ちください。次は宗谷1でございます。次は宗谷。観光で日本最北端へお越しの方は宗谷岬までご乗車願います。次は
宗谷でございます。次は中学校前、次は中学校前でございます。次はオンコロマナイ、車の直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次はオンコロマナイでございます。次は第二清浜、定期券ははっきりお見せください。次は第二清浜でございます。次は三内、次は三内でございます。次は宗谷岬、日本最北端の地でございます。観光にお越しの方はこちらです。日本最北の土産店柏屋はこちらです。次は宗谷岬でございます。次止まります。